こんにちは、榎本美沙です。今日はですね、酸っぱい梅ジャムの作り方をご紹介したいと思います。私個人的にですね、甘すぎるジャムがあんまり好きじゃなくて、でこの酸っぱい梅干しはですね、お砂糖を使わずに蜂蜜で作っていくんですけれども、毎年すごく好きですぐなくなっちゃうので大量に作るんですけれども、それでもすぐなくなってしまって、毎年梅の時期を梅ジャムまだかなと楽しみにして過ごしています。ちょうどですね、完熟梅の時期になりましたので、この酸っぱい梅ジャムの作り方をご紹介できたらなと思っています。完熟梅の時期はすごく短いので、ぜひこの間に皆さん一度試してみていただけたら嬉しいなと思います。では材料の説明です。2つだけになります。まず1つですね、梅の実、完熟梅になります。全体的に黄色みがかっていて、あんまり緑色のものがないもの、そしてですね、傷が少ないものを選ぶようにしてください。そして蜂蜜になります。はい、ではですね、梅の下処理をしていきます。こちら水で優しく洗ったものになります。そしてですね、なり口のヘタの部分を取っていきます。このなり口のところに竹串を1と入れて、そうするとヘタが取れるので、このように取っていきます。梅はですね、傷がちょっとあるものもあると思うんですけれども、多少の傷であれば梅ジャムはですね、そんなに気にしなくていいので、そのまま使ってしまって大丈夫です。はい、ではですね、梅の実を煮ていきます。鍋に梅の実を入れていきます。この鍋は酸に強い素材のものを使っていただきたくて、ホーローだったりとかステンレスのものを使うようにしてください。梅の実が入ったら、梅がかぶる程度まで水を入れていきます。はい、そしたらですね、中火にかけていきます。これで煮立つまで待っていきます。はい、ではですね、煮立ってきました。ここでアクがちょっと出ていたら、すくい取るようにしてください。はい、そしたらですね、こちらで弱火にして10分煮ていきます。はい、ではですね、10分経ちましたので、こちらでですね、ザルにあげて冷ましていきます。はい、ではですね、煮上がった梅ですけれども、すっごくいい香りがします。ちょっとこう崩しておくと冷めやすいので、少し崩しておくといいと思います。これで粗熱が取れるまで冷ましておきます。はい、ではですね、梅の実から種を外していく作業をするんですけれども、その重量を測っておきたいので、はかりの上でやっていきます。この梅の実のですね、中が熱いことがあるので気をつけてくださいね。種をこういうふうに取り除いていきます。はい、ではですね、実を取り終わりましたけれども、この量の 60% の量の蜂蜜を使います。例えばですね、今回測ってみたら690あったので、そしたら蜂蜜を、414g ぐらいかなを測って入れるようにします。はい、ではですね、梅の実と蜂蜜を煮ていきます。鍋に先ほどの梅の実と重量を測った蜂蜜を入れます。こちらで中火にかけて煮ていきます。ちょっとヘラで混ぜながらですね、ちょうどいいとろみになるまで煮詰めていきます。はい、アクが出てきたらそれは取るようにしていきます。混ぜながらとろみを見ていくんですけれども、ですね、今あったかいのでちょっと柔らかいんですけれども、冷めるとちょっと固くなるので、好みよりもやや柔らかいくらいのところで止めていただけるといいと思います。今これぐらいの感じです。で、私割とあんまりとろみついてない方が好きなので、そろそろかなと思います。熱いのが跳ねるので気をつけながらやるようにしてください。はい、これぐらいで
もう私の方は出来上がりにしたいと思います。これでですね、瓶に詰めていくんですけれども、煮沸消毒とかアルコールスプレーで消毒した清潔な瓶に詰めるようにしてください。で、冷蔵で保存していきます。はい、では瓶に詰めていきます。粗熱が取れるまでは軽く締めて置いときます。はい、こちらで完成です。はい、酸っぱい梅ジャムの作り方いかがでしたか？これ作ってる間にも完熟梅って本当にいい香りがして幸せな気分に浸ってしまいます。この梅ジャムはですね、おすすめの食べ方はシンプルなんですけど、ヨーグルトにたっぷりかけて食べることなので、一度やってみていただけたらなと思います。あとバニラアイスにもよく合いますので、ぜひ試してみてください。これからも季節に合った料理をたくさんご紹介していきますので、ご興味がある方はチャンネル登録していただけたら嬉しいです。